その13回忌、うん、そういうのをやっから、うん、みんな集まるから早くご飯食べて早く準備してしないと行かれないから、うん、分かった、うん、じゃあ早くして、うん、食べれるなら食べなさい、食べれないならごちそうさまをしてお着替えに入りなさい。はい、ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまだって。お腹すいたって言うなよ、何もないんだから、うん、お腹すいたって言うなよ、うん、家族4人の13回忌を迎えた小島幸久さん51歳。東日本大震災の津波で両親と妻、一人娘を亡くしました。駆け寄ってきた男の子、震災後に生まれた新たな家族です。よいしょ、刺して。それだとそういう風に、うん、グッと刺すの、今日は刺すの、こういう風に、そう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 、はい、そしてあ、パンって、そう、手、パッ、手叩かない。長男の空太くん、6歳。ほら、うん、小島さんはかけがえのない家族を失った故郷で新しい家族と共に歩んでいく道を選びました。13回忌になったので、これからも見守っててくださいと、うん、節目っちゃ節目ですよね、うん、でもまあだからといって何も変わらないと思います。まだ震災っていうのはもう鮮明に昨日のことのように思い出すんで。12年前、岩手県陸前高田市、千尋、のりこ、父ちゃん、母ちゃんですね。ただ名前を、娘の名前を呼びながら台で、父、庄司さん、母、きみさん、妻、のりこさん、そして最愛の一人娘、千尋ちゃん。津波は一緒に暮らしていた家族を一瞬で奪い去りました。ここが娘千尋の部屋ですね、はい、ドリル、ドリルみたいな。あ、100点です1年生だからね。当時小学1年だった千尋ちゃん、負けず嫌いでダンスがとても上手でした。ですけどね、うん、こっちがすごくこのね、うん、1年1組に入ってちょっと緊張したけど嬉しかったですっていうのがね思い出されてね、うん、小島さん家族は地域に愛される電気店を営んでいました。たった一人取り残された幸久さん、電気店の仕事を再開し仮設住宅で人々の生活を支えます。ところが抱えきれない孤独感に襲われます。仕事の忙しさとかは確かに元に戻ったかもしれないけど、虚しさだな、うん、誰のために稼いでんだみたいな。
一人はダメだね。ダメだ。つらい。慣れてきたけど。慣れてきたけど、やっぱり家族になった方がいいな。家族の大切さを改めて痛感します。幸久さんを救ったのは新しい家族でした。亡くなった母親の親友の紹介で幸子さんと結婚。めっちゃ見てる。長男空太くんが生まれました。お、誰だ、父ちゃんか。上手に食うようになったな。はい。娘の千尋から一文字もらい、ソラタと名付けました。そこには特別な思いが。震災でのりこと ソラタでね、千尋が死んでしまったから、ソラタが生まれたわけだから、今を生きるっていうのはそういうことなんだね。たらればは人生にはないからね。ソラタもヘルメットかぶってきたら、はい、外れます。はい、2歳になったソラタくんは家業の電気店を手伝うようになっていました。おっしゃ、行く一人。おっしゃ、おっしゃ落とさないでよ。そしてあの日から月日は流れ、震災から12年の今年。何よ。おはよう。おはよう。ここ座ろうか。6歳に成長した空太くんです。これ空太の、これが俺ので、これが千尋の。亡くなった姉千尋ちゃんが当時通っていた小学校に空太くんはこの春から入ります。どう？え？気持ちいい。気持ちいい。かっこいいね。重っ。重い。ちいちゃんの重い。何入ってんの？だからめっちゃ入ってるわ。だからめっちゃ重いのか。何になりたいの将来？科学者。え、どんなこと研究するの？骨。お父ちゃんどんくらいになるんだっけ？これ。全然やってねえ。俺はこんぐらいになるよ。はあ、空だのほうがなんだ？結構俺の方になるよ。パチンって。弟の浩太さんは幸久さんの笑顔が増えたと感じています。やっぱ笑顔とかがこう自然になったというか増えたというか、うん、楽しい雰囲気ですね。うん、はい、空太くん
ありがとう。入学おめでとう。ありがとう。ちょっと早いけどね。なんだ？自由帳。自由帳か。カンカンしろよ、ちゃんと。もらったよって。よし、じゃあカンカンしたら行くね。天国にいる家族に報告します。誰にカンカンしたの？じいちゃんたち。カンカンした。宝物ですね。成長が目に見えてこう分かるので、もう可能性しかないんだなっていう。震災で失った家族と新たに築いた家族。父、幸久さんにとってはどちらもかけがえのない家族です。ちいちゃんは、まあお姉ちゃんなのよと。一回なんかね、いつになったら会えんだみたいなことをね、聞かれたことがあって、いや会えないよと、うん、お空にいるんだ。最近はそういうふうに会いたいとか、いつ来るみたいなことは言わない。これからも家族と共に。みんなここで亡くなったんだから、やっぱその場所でにいたいっていうのがあるのかな、うん、ある種の使命感みたいなのをが働いてたのかもしれない。故郷陸前高田で亡くなった家族の思いも一緒に紡いでいきます。